こちらが党員側なんで今見てきたとこなんですけれども、ちょっと緊張しましたので、ちょっと商用して、それからこれから参院側なんですね、いわゆる夢殿の方へこれから行きます。だいたい200メーターぐらいあるってんですよね、ありますので、ぼちぼち、まあのんびりと、11月の、ポカポカした小春日和のような日ですよね。まだ紅葉には早いんですけれども、その西院伽藍への道、まあ夢殿への道と言った方がいいかと思うんですけれどもね、そこを今歩いてますね。まあこの道は、遣隋使や遣唐使の、まあ、道を、ね、意識しながらちょっと歩きたいと思いますね。私にとってですね、夢殿観音ってのはですね、実は憧れの観音様なんですよ。私は岡倉天心というですね、明治の巨星ですね、巨星と言われた岡倉天心に大変興味がありまして、それで一時期強烈な不安ということで、まあやってたんですけれども、岡倉天心全集、全8巻だったかな、それに別巻が、ついてましたね。あれ1冊5000円ぐらいするんですけどね、それを買うほど、まあその当時熱烈なファンで、まだ私が少年の頃の話なんですけどねで岡倉天心がですね、ご存知のようにフェノロサと夢殿へ来まして、夢殿観音をですね、まあそれまで秘仏として扱われた夢殿観音をまあ2人でもう初めて見たということなんですよね。フェノロサとその随行員してました岡倉天心と初めて見たということで、当時はハイビス希釈で大変日本のお寺様とか仏像は大変な目に遭ってましたよね。もう二束三文みたいな扱いでですね、みんなもうお寺も、荒廃し、仏像もですね見る影もないというような状態だったんですね。でまあ岡倉フェノサや岡倉天心はですね、その日本のそういう古くからのですね宝物をですね救った、まあ大恩人なんですがね、今で言えばもう大恩人で、その先駆者でしたね。それに続くのが、まあずっと離れて会津弥一ですかね、のような方がまたいまして、早稲田大学でですね文学部芸術学科の学生たちと一緒に、まあ奈良の日吉館でですね泊まりながら、奈良のまあ、お寺様や仏様をまあ見ていたと。戦時中の話でね、戦争前の話なんですね。というそういう、まあ先駆者たちのですね歩いた道を私もこう歩いて、なんだか心が躍りまして、まるで遣隋使や遣唐使がですね歩いたような、道をですね歩くような気持ちで、今ね心が高ぶってますよね。これ東大門ってとこですね。はい、まだまだ遠そうですね。あそこが夢殿かな。そうですね、夢殿の前にですねなんか出店までありますよね。遣隋使遣唐使のですね旅のですね、もうちょうどもう3分の2が来まして、もう見えますね、到達点が見えますね。きっとあれでしょう、正面ののが、多分
夢殿なんでしょうね。すいません、あの正面が夢殿ですよね。そうですね。そうですね、はい、今心配になりまして、後悔が心配になりまして何分遣唐使いや遣隋使の気持ちでやってますもんでね、心配になるんですよ。こう、正面がですね、間違いなく夢殿だそうです。で、あの夢殿でですね、フェノーサと岡倉天心は、ずっと秘仏としてですね、大切に扱われていた夢殿観音と言われます、久世観音ですね、それを見ることになるわけなんですね。今はですね、もうちゃんとこういうふうに見せるそうです。我々もだから、私も今日は夢殿観音を見ることが、まあ久世観音ですね、見ることができるわけで、昔は本当に岡倉天心やフェノーサクラスの方でもお願いしてお願いしてお願いして、やっと、ね、見せていただいた、そういう大切な大切にされてました仏様ですのでね、で見ると罰が当たると言われてまして、何かそういうことを言い伝えがありまして、絶対にお寺の方でも見せなかったという、そういう話ですよね。まあ、しかし そういうふうに大切にされて見せなかったおかげでですね、その当時のですね、色とかそういうのもですね、なんか残っていて、被害を受けないで、夢殿の、観音、久世観音は残ったという話です。よし、じゃあ到達しましたので、一旦ここで、おしまいということにしますね。